あ、老夫婦がなんか花畑を見つめてる。天国なのかな、ここひょっとして。おや、お前さん、ポケモンとの冒険を思いっきり楽しんでるようじゃな。はい、それだけ。あら、あなた、ポケモンと一緒に冒険、きっと素敵な思い出になるわ。私のポケモンはこのおじいさんなのよ。おじいさんが私のポケモン、いつも丸くて狭いところに閉じ込めているの。なるほど、参考になります。君はくグラシデアの話知ってる？グラシデア、クラシアンなら知ってるけど、昔からね、この辺りではね、ありがとうって気持ちを伝えるときにグラシデアの花をブーケにしてあげていたのよ。素敵な話。ここはソーノタウン、鮮やかに花香る街。なるほど、ビエンが住んでそう。なんかすげえみんないろんな人がいるよ。甘い蜜の香りに誘われてやってきた僕、まるでポケモンみたいだな。いや違うだろ、虫みたいだろ。お前虫みたいだぞそれ。ここはいいよね、なんだって空気が違うもの。花に癒されるためにあなたもやってきたんでしょう。そうです。なんか銀河団の下っ端どもがいるよ。戦闘になるかな。我々銀河団が花畑で仕事、なんだかかっこよくないよな。そういうな、それも仕事だ。だけど虫タイプとか草タイプのポケモン苦手、やっぱり入るの嫌だな。あー、花畑で何の仕事をしてるんだこいつらは。怪しい。お花屋さん、フラワーショップ、色とりどり、木の実をお分けします。これ、オレンの実いいのかな、取って。やったー、ふかふかの土に戻る。うわー、もう枝ごといっちゃった俺。実を取るのが下手すぎて枝ごといっちゃったよ。これはクラボの実。いやー、枝ごといくんだな。木の実って奥が深いですね。ちゃんと愛情を持って育てていればいい実をつけてくれますもの。そんな愛情の育った木の実を取ってしまったな。オレンの実が HP を10回復、クラボの実が麻痺を回復。ああ、麻痺回復は結構良さそうだけどね。そんな花屋にやってきたぞ。トレーナーさん、木の実を植えたらこのじょうろを使ってね。お、コダックじょうろ、コダックじょうろをもらいました。へえ、お水をあげると育つ、もう一回取れるようになるのかな。一つの木の実が育って多くの木の実をつける、そうすることでどんどん木の実が増えていくの。あなたもよかったら木の実を増やしていって。カゴの実、カゴちゃん、カゴの実、辻の実があるんだろうな多分な。ブログを書くと燃えるとかそういう感じか。ポケモンに渡すと眠りを回復だって。へえ、いいね。こんにちは、シールと木の実を交換しましょう。シールと木の実、あ、なるほど、木の実三つでシールがもらえるんだ。うわー、そういう。うわー、いい商売してますな。木の実がありませんわ。そうか、木の実が必要なんだね。ここは木の実を埋めますか。ここにオレンの実を植えて、コダックじょうろを登録か。左に登録する。これで、なるほど。なんか書けたな。おしっこしたみたい。とても喜んでるようだ。おしっこしたっぽい見えたけど、気のせいだよね。お姉さん。カゴちゃん、カゴちゃん、あ、クラボやっとこうか。俺のコダックじょうろから。最低。この先、ソーノの花畑、甘い蜜お分けします。うん。コンビニ。おしゃれして、ことぶきのテレビ局に行けば、私のポケモン、全国の人に見てもらえるかしら。みんな、有名になりたいんだな。フレンドリーショップでは、木の実やリボンは買えないわ。なるほど。バッジ、一個待ってます。なんか買えるもの、増えてますか？あ、いい傷。あ、この辺増えてるんだな。やけど直しとか、まあ、今んとこいらないと思うけど、買えるもん増えてるね。なるほどな。では
このまんま行けばいいのか、ここは。あ、ピッピ、ピッピだっけ、ピッピー、ピップって名前してたな。ポケモンガキの実をついばむ姿って可愛いね。いいえ。そっか、あたしのツボおかしいのかな。ツボ、はい、わーい、同じ、はい、ついばむのわざマシンどうぞ。ついばむのわざマシンもらったわ。ついばむを使うと相手のポケモンが持っている木の実をついばむ、食べちゃう。恐ろしいね。今日も木の実がなるなるなる。あー、おかしなテレビ番組だ。木の実ファンの皆様、コマンタレブー、今日も木の実の情報。コマンタレブー、コマンタレブーってフランス語かなんかだっけ。木の実の情報、コロコロコロンとお届けするよ。218万ドル、決めたことあるかい。今日はここに木の実が見つかるかどうか見に来てみた。そして、あった、来た甲斐があった、テンションが上がった。でも取らないから誰か取りに来てね。木の実がなるー、来るー、みんなありがとう。なんだよ木の実博士、迷惑な博士だな。ここに木の実があるから取りに来いみたいな。そんなことやるなよ。ソーノタウンってね、昔は荒れ果てた丘だったの。それだと寂しいからってみんながお花を植えていったの。でも全然育たなくて困っていたけど、誰かがありがとうの気持ちを伝えたら突然花が咲き乱れたよね。不思議。怖い話じゃんそれって。花畑に行きたいのに銀河団とかいう素敵ファッションの奴らが、この先で花を越えたところの花畑に行っちゃったんだ。ほう、銀河団の奴らがいるのか、行ったのか。自分の花を育ててね。おじいさんが照らされてる夕日に、ポケモンの中には甘い蜜に香りに誘われて姿を見せる奴もいるんだよ。遠くからでも蜜の匂いを嗅ぎつけてやってくるんだから、ポケモンってすごいわよね。エイトトレーナー、やあ俺のファンのみんな、愛称チャンネル、今日も見てくれてサンキュー。アクタイプの技みんな使ってるよな。これは飛行タイプのポケモンに普通の効果だぜ。何それ、エリートレーナーのみんなくらい普通って感じかな。じゃあまた会おうぜ。鳥ポケモンに持たせて大空に飛ばしてくれ。へえ、なかなか有益な情報だったな。悪は飛行に普通。この先、うん、やっぱさっきのところか、ここか、ここが行けるようになるんだな。多分この下っ端のやつらをぶちのめせばこの上に行けるようになるってことなんかな。多分そうだが今じゃないってことなんだろうね。さっき進んでいきましょう。205番道路。あ、なにこれ、カゴちゃん。カゴちゃんの隣にはもちろん桃の実だった。はい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 。これ植えてった方がいいんかな。水をかけとくか。あ、両方かかったっぽくない？かかってないのかな。すげえ、一生かけ続けることができる。ダメになっちゃうよ、そんなかけたら。ダメになっちゃうよ、喜んでいるらしいけど。お、君は？あ、なんすか？ねえねえ、トレーナーさん。私のパパをね、呼んできてほしいの。パパはどこにいるんだい？パパはね、その川の水底に沈んでいるわ。発電所で働いてるけど、宇宙人みたいな人に意地悪されて入れてもらえない。あー、この人が宇宙人かな。谷間の発電所。あ、ここが発電所なのか。風力発電なんだね。谷間の発電所、風を愛する発電所。発電所に入んなよ。銀河団の仲間は誰もいないんだって。命令されてんだから。なんでその顔は、入ってそうだなやったら、アーディションしてみた。
お前勝負を始めちゃったら絶対入れることになるんだぞ。入れる可能性を少しでも上げるなよ。しかも一匹で。ニャルマ。かわ。なんだこいつ。めっちゃ可愛いの出てきた。レベル11。そこそこ高いな。でもまあノーマルだろお前。ニャルマノーマルっぽい感じするな。甘えとこ。あ、早い。わー、猫魂だ、いってー。やるじゃん。甘いチャンス。よし、ガクッと下がると引っかく。かわいいなー、ニャルマ。でもちょっと首元とかお尻にイボイボついてる。おできできてるな。水鉄砲と。うん、強い強い。鳴き声、ガン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 。ちょっと経験値を分け与えるという意味でももう一回甘えといて、攻撃力ガクッと下げちゃって、はいはい。ニャルマちょっと尻尾めっちゃ、尻尾がスプリングマンみたいでめっちゃ可愛い。レベルを上げたいのはビエンかな。ビエンかランチパックか。ビエンにしてみようかな。ビエン引っかく。まあ痛かないですよ。しびれ粉でまずしびれてから、うういって、急所。急所って無効なんだね。あ、毒の時計刺さった。いいね。あ、しびれ粉が。ただこの毒のダメージ、よしよしよし。急所に当たるとすげえ痛えな。吸い取れ吸い取れ。鳴き声、はいはいはい。なんてことないですよ、攻撃力が下がってもね。チュル、おー、吸い取っちゃった。うめうめ。オッケー、よし、いいぞ。ビエン、オッケー。だからこんなポケモンじゃ勝てるわけないんだよ。なんだお前、支給されたポケモンで戦ってんのか。愛情のないやつがポケモンバトルに勝てると思うなよ。704円はもらっておくぞ。なんてことだ、子供に俺は負けてしまった。だから中に入って発電所機を使えば。もう入ってこれないだろう。ん、発電所機を使えば。なぜなら残りのキーは花畑にいた仲間が持ってるだけだからな。母はそういう意味では俺の勝ちだぜ。どういうこと。あ、鍵かけられちゃったってことね。ってことは花畑のところに、これそもそも行けなさそうじゃない。あ、今白帝の森は我々銀河団が調査してる。これ以上通しません。調査といってもソウルタウンの奥の花畑でポケモンを捕まえているとか、アステンションの履歴で何かをするとか、あなたには関係ないです。ほぼ言ったな。ただこれ以上はいけないらしい。左に男の子がいたりするのにいけないらしい。逆にじゃあ花畑に生きるようになってるっちゅうことやろがい。あ、いなくなってる。何をやってるんだお花畑で。ソーノの花畑。すげえ花畑。なんか、花畑に似つわしくないジジイと話してるぞ。さあ、黙って甘い蜜を全部よこせ。そうだ、銀河団はたくさんのポケモンをおびき寄せるために、それを必要としている。ジジイから出てくる甘い蜜。ジジイの脇から出てくる甘い蜜をよこせ。まさかそんな蜜を欲しがっているのか。おい、なんかいるぜ。どうする。うむ、誰かを呼ばれると面倒だ。まあいい、コテンパンにすればいいだけの話だろ。コテンパンにされる。コテンパンにされちゃう。銀河団の下っ端が勝負仕掛けてきた。ケメッソ。こいつなんか案外肩弱そうだったな、投げ方。力が入ってないな。ケムッソは、ケムッソとか来るならもうウゴウの衆。ウゴウの衆で一掃しちゃいましょう。ウゴーの衆、
威嚇と。体当たり。あ、痛い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 。翼で撃つ。セイ。オッケー。うん、カラサリス、カラサリス分からんけどアニサキスっぽい、なんか恐ろしい名前だな。カラサリス、カラ虫なのかな、ちょっと分からんわ。とりあえずそのまんまで。うわー、いやー、目がでも2つある。なんだこいつ、カラなのか、なんだかもう全く分からんポケモンが出てきたけど、レベル9、翼で撃つ。いやー一発かい。何だったんだこいつ、気になる。カラサリスちょっと欲しいな。あ、何からあれになるんだろう、ケムッソからあれになるのか。だからいつまでも下っ端なんだよ俺。そうだぞ、618円。情けない、そんなことじゃボーナスが減るぜ。次俺が相手だぜ。へへ、続けた戦えばこちらが有利だからだ。見てたか今の試合、こっち全然何にも食らってないの見てたか。ズバッズバッか、飛行ね。飛行ってことは岩技が効く、つまり転がり続ければ OK っちゅうことやな。いけ、三とこだー。かっこいい出方。超音波三とこには効かん。転がれ転がれ。あ、吸い取るなんて味な技、草技か。やるな。あー当たんない、やばい、ずっと吸い取られ続けるかも。驚かす、んーぱ、驚いちゃう。あーひるんで、やばい、完封される。あ、いて、おい、三どこだ、三どこ何してる、やばい、殺される。ズバッ、つえな、当たれ。おい、どうじゃ、一発でも当たれよ、こっちの火力はすげえんだから。よし、三どこ15、いいよ。強いポケモンが欲しい。強かったけどな。この子供強いぞ、すごい強い、なんというか強いぞ。仕方ない、とまず発電所に戻るか。戻っていった。あれ、これなんだ、あいつらの忘れ物かな。発電所キーだって。うん、発電所の鍵だね。うん、とりあえず君に渡して。なんでだよ、なんで子供に渡すんだよ。その辺の発電所キーをもらった。君助かったよ。あいつら甘い蜜をよこすって無理やりに奪おうとしてね。おかしな格好でおかしなこと言って、よくわからない連中だった。そうだ、お礼をしないと。これを受け取ってくれ。おじさんから出る甘い蜜。ああ、おじさんから出る甘い蜜をもらった。道具ポケットにしまった。甘い蜜を甘い香りがする気に塗れば、ポケモンが寄ってくるかもね。甘いか、お前、そんな格好でここ。お前のその頭に塗ってやろうか。木に塗る。あ、売ってるんだ。一個買おう。なんだろう、木に塗るって。ちょっとわかんないな。ん？これは？甘い香りがする。はい。甘蜜を塗りました。ん？どういうことだ？しばらくすればなんかカブトムシがいたりすんのかな？そういうことなのか？ちょっとわからない。夕日を見ている。アガミちゃんの滝が大きく揺れてると珍しいポケモンが、へえ、集まってくる頃からちょっと期待しちゃおうよ。この花畑に咲く花、神葉のどの花よりも生き生きとしてるだろう。ポケモンのおかげなんだよ。現地からヒバリがお伝えします。 ご覧の通り216番ドラ猛吹雪、私の髪の毛も鼻毛も凍りついてしまいそうです。この間ボーナスでオーバーを買っておけばよかったです。ああ、でもこの時でもトレーナーさんが何人か。水鏡だけど尊敬です。
私はもう帰ります。どっかの道路はやべえことになってるらしい。これがじゃあ揺れてる時に何かすればポケモンを手に入れられる可能性があるっちゅうことだな。なるほど。谷間の発電所に入ろうということで、発電所を目指せば良いわけですな。発電所っていうことは電気タイプのポケモンがいたりするのかな。コイルとか、まあ、じゃあ行ってみましょう。中から鍵がかけられていて開けられない。発電所キーを使いますか。使います。ガチャリ、扉が開いた。お、自分で開けるのかい。ああ、急にいた。何お前、鍵を待ってるのか。鍵を閉めた意味がないぜ。つまり俺の負けじゃないか。さっきのやつか。あ、落ち込んでる暇ない。幹部に連絡出せ。幹部に連絡。幹部がいるのか。じゃあ厄介そうだな。買えない。ああの髪の色は幹部か。違うのかな。それとも一般の兵士かな。どうした、さっきの人。あ、違うんかい。これ遊びじゃない、立派な仕事なんだぜ。下っ端がいっぱいいるんだな。何使ってくんだろう。マユルド。あ、マユルド。おお、ケムッソ。さっき出てきたやつだな。俺こいつのことが気になってしょうがない。マユルド仲間に入れたいな。多分つつく、虫だったらつつくで一発かな。先生の爪ぐい。ああ、でも強いな。抜群で こうか。硬くなる。眉が硬くなってく。案外ゴワゴワしてそうだな。だけどつつくをやめないぜ。強い。どんどん硬くなるじゃん。つつけつつけ。先生の爪かなりの確率で発動するな。 5% とかじゃないな。 20% ぐらいありそう。よし、ランチパーク。どうじゃ、仕事の邪魔された。こいつマユルドどっかにいるのかな。電気エネルギーで何かするらしいぜ。何をするのか分かってないのか。そして教えてくれると。なるほどね。虫タイプ、虫タイプか電気タイプって感じかな。虫だと火とか岩も強いじゃなかったっけ。ここはサンドコ並び替えよう。足の遅いというか足がないサンドコにさ、センセル爪渡すと、これいいんじゃない ?20% ぐらいの確率で、ひょっとしたら先制してくれる可能性あり。強くないそれって。発電所電力機、それ集めるのが仕事で。はい。銀河団2匹。ケムッソ。やっぱ虫系なんだな。銀河団の下っ端は虫系ばっか出すのか?なんか意味があんのかな?転がるが効果抜群。転がらせていただきます。あーん、結構当たんないよな。うわ、毒やめて。あー、よかった。急所なんかい。ちょっと待って、転がる何パーセントなの。90% でこんなに外してんのか。当たりづらいとかあんのかな。ぐる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 、サンドコだー。はい、オッケー。そしてまだ転がり続けているぞ、うちのサンドコは。ビエン、ビエンめっちゃ上がる。ニャルマー、ニャルマーか。そのまんまでいいんじゃない。ノーマルでしょ、おそらく。おそらくノーマル。ノーマルか悪。早いな足が。ぐん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 転がっている。アイゴン、いや強いよねマジで。
一角、いや効かない、サンドコがちょっと強すぎるな。ダコン、オッケー。転がるって最強技なんじゃないの、ひょっとして違うのかな。まあでも衝撃がちょっと弱いからそんなわけもないのか、案外外れるしな。子供のくせにそういうやつは嫌い。子供は弱くあれとそう言ってんのか、偏見の塊ですよ。銀河団の目的を、ああ確かに知らない。もっとも下っ端の俺も目的なんて知らないけどな。なるほど、ひょっとしたら崇高な目的があるのかもしれないな。俺はこの銀河団に喧嘩を売っていいのか。全然来ない、この人何もし反応しない。あこの綺麗だとするんかい。私銀河団にいる 3人の幹部の一人、今よりも素敵な世界を作り出すため、名前はないのか、幹部の名前は。いろいろ頑張ってるのになかなか理解されないのよね。あなたも分かってくれないでしょ、ちょっと悲しいけどね。だからポケモン勝負でどうするか決めましょう。私が勝ったらあなたが出ていく、その代わりあなたが勝ったら私たち銀河団が。おお、それ決めていいの、幹部だから。幹部になるとそんなものを決められるんだな。すげえ個性的な髪型、マーズ、名前あった。火星が勝負を仕掛けてきたぞ。ズバッ、ズバッは飛行毒なので、これは完全に転がるがぶっ刺さりますと。ありがとうございました。あ、草技吸い取る、でもまあまあ大したことはねえな。はい、ゴロ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 、ズバッ、私のポケモンに何するのさ。いたわってほしいなら出すなよ戦闘に。回復はする、まあそんなもんだったら。あー、いや案外当たらねえんだよな。 90% って本当かな、なんか 90% 本当じゃない気がする。いや、いて、体感 70% ぐらいだな。おら、よし、まあズバッカ落とせればいいだろう。ウゴーの種16、ケオウメ16、ケオウメでもよかったな。うわー、わからん、ブニャット、ブニャット、ブニャット、なんかでも猫っぽい感じがすごいする。さっきの猫の進化系とかなのかもしれない。まあ、とりあえず、サンドコはもう無理だから、相手がノーマルだとしたらランチパックでいけるな。ランチパックに行ってもらおう。サンドコ交代。んー、ランチパック。うわー、絶対そうだ。こんななるんだ。もう。丸々しちゃって、いい餌食べて丸々しちゃって、うちの猫みたい、丸々してるのが。まあ、ローで攻めていくか。足腰弱そうだもんな。いて、いてててて。いや、結構やるぞ。こいつ結構やるぞ。これリベンジじゃない？むしろ。ギリギリ耐えると踏んでリベンジ。泣き声かい！ランチパックリベンジ。おら、うわー、こんなもんか。いや強いな、相手が重いほど威力が上がる。めっちゃ重いだろブニャッと。多分これ手たぐりなのでは。鳴き声、まあまあまあ、でも下げられるぐらいならまだまだいいよ。はい、なるほど。あ、なんか食べた。何？オレンの実で体力回復、10回復するやつだっけ。結構睨みつけられてる。ローを攻めていくか。ひっかく、これがどんぐらい、痛えな。ローで素早さ落として、あ、おお、いいね。急所に当たった。ローキックが急所に当たるってどういうことなのかちょっと不思議だけどそれは金的なのでは思ってしまうけれども、勝ちは勝ち。ランチパックめっちゃもらえた。ランチパック、そしてサンドコ16と。あ、岩落としいいじゃん。
命中ちょっと不安がありそうだけど、命中90か。うん、まあ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 、砂嵐かな。ポカン、いいね。ポッスケ18、ビエン14。オッケー、銀河団幹部のマーズに勝った。どう、下の人に話しかけられなかったな。まさか負けるだなんて、生意気な子供ね。536円、ありがとう。あらら、負けちゃった。毎回あなたとのポケモン勝負割と面白かったし、じゃあ私たちはひとまずバイバイしちゃうから。バイバイしちゃった。左下のやつ何だったんだろうな。銀河団、とにかくポケモンやエネルギーを集めて宇宙を作る。宇宙を作り出す、そんなことが可能なのか。まるっきり不明でした。それはともかく君には感謝の気持ちでいっぱいだ。やっと娘、あーなんか言ってたな、娘がうんぬ。あ、娘が来たよ。ペペー、え、くせシェアが知るせ。臭いって言われるの辛いだろうな、お父さん。いやー、ははあ、無理やり働かされていたからだよ。決して自然と臭いわけじゃないんだよ、無理やり。トレーナーさん、ありがとう。変な人たちがいなくなったから、風船のポケモンさん。また来てくれるよね、風船のポケモンさん。何のことだ。そうなんですよ。毎週何曜日だったかな、発電所の前に風船のポケモンがいるんです。この発電所の風の力を利用しているのと何か関係があるのかな。風船のポケモン。へえ。そんなのがいるのか。まあでもとりあえず、発電所は無事に戻ったらしいので別のところに行けるかな。あ、これ臭いやつ、臭いじゃない、に甘い香りのするやつ、甘い蜜塗っとこう。風船のポケモンね、何のことやらといったところでございますが、あー、これ甘い蜜なんかもっとあった方が良さそうだな。いくつかあるぞ、買っとくか、甘い蜜。この人は？甘い香りがする木に甘い蜜を塗るとね、匂いに誘われたポケモンがやってくることもあるんだよね。お前もまた蜜に誘われてるな。塗っとこう。よし。この辺でちょっとガサガサするか。お、あ、うん？カラナクシ。あれ、俺こいつ知ってるぞ、こいつ知ってるぞ、あのピエーって鳴くやつ、カラホシスだ。カラホシスってこんな色だっけ、なんかもうちょっと違う色だった気がするんだけど、こいつ結構強かった気がするんだけど、気のせいだかな。ブン、あ、ブン、はい、おー、カラナクシを捕まえたぞ。いいね、カラナクシが登録されます。カラナクシ、海牛ポケモン、水、西の海、生息地により違った形や色をしている。新大地方では2種類が確認されて、へえ。じゃあやっぱあのソードシールドで出会ったのとはちょっと違うんだな。頭のイソギンチャクみたいな部分がちょっと気持ち悪い。やっぱちょっと気持ち悪いよねこいつこう言っちゃあれだけど、はい、カラナクシメスの名前は夢残しにしたいと思います。まあ、殻がなくなって、殻っていうのはつまり家だと思うんだよね。だから家もなくなってもう何にもないんだけど夢だけが残ってた何にもなくなったけど残ったのは夢、殻なくし夢残し夢だけが残ってたんだね、何にもなくなったけど。だからあともう夢でやっていくしかないよ。それパンドラの箱みたいな逸話だけど、夢残しいいんじゃないでしょうかね。夢残しにしましょう。夢残しでも、とりあえずボックスに送ろうかな。うん、ボックスで夢見ててほしい、ボックスで送ります。 OK、 じゃあこの子に話しかけてみるか。よっ、ラッタ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 グデグデン、白帯の森に行く前にちょっと勝負してくれよ。白帯の森、俺はそこに行くんだっけ。キャンプボーイのYOSHIKI、行くぜー、パニーテでー、
ホーニタアツシじゃん。ポーニタが出てくるのか。なるほど。あれポーニタって2段階目とかじゃないっけ。つかレベル高いな、14。ちょっと侮れなくなってきたぞ。いや、しかも早い。だが火の粉は効かん。あ、やけど、やめて。水鉄砲。いや、強いな。いてててて、ちょっと侮れなくなってきたな。強くなってきた。あ、ぷいぷいぷい。ちょっと尻尾の振り方ぎこちなかったな。うまく振れないのかもしれない、ポーニタ。はい、いいポケモンをお連れですね。やるな。レベルも高いんだよな。なかなか僕の気分盛り下がったよ。俺は盛り上がったよ。お互い様だね。白帯の森には強いポケモンが出るって話だから、もっと準備をしないとな。なるほど、強ポケモンが待っているのか。山男がいるな。よっ、さっ、プラスパワー、マグネットパワープラスマイナス。なんだよこのハイジのオープニングみたいな音から始まるの。山がなくても山男ガハハ、行くぞ。お前のアイデンティティはどうなってるんだ。山がなくてもいいのか。勝つとちっちゃボール石粒で投げ方、下投げなんだな。案外優しく投げる、優しい男なのかもな。やさ男じゃないかお前は。勝つと、あ、やけどって治らないんだ。しまった。そっか、治さないと。やけど直しあったかな。ないかも。いてててて、ワンリキー、ワンリキーは格闘だから、まあウゴーの種かな。ウゴーの種、ポピー。やけど直したかも。カット変えないとダメだね。威嚇で下がる、これは強いな。痛いだろうな相手からしたら。翼で打つと、パチ。はい、強い。オッケー。もうちょっとレベルが上がる。続きまして石津ブーテー。石津ブーテーは無理だな。あ、ランチパックでいいね。ランチパックでいいな。ランチパック。石つぶて。つぶてを、石つぶてって重そうだよね。桁繰りで。ほら。あー、でもこんなもんか。丸くなる。丸くなって、ガードが上がった、その上から、ローキックで、叩き潰す。強い。さすがランチパックだな。あ、ウゴーの種17、いいね。してビエンが15。あ、ビッパー、つまりブッピ。ブッピはノーマルだから格闘が効くんじゃなかったっけか。ブッピー、もはやちょっと懐かしいな。ローキックだお前。ローキックめっちゃ刺さるな顔面に。あー、なんてひどいこと。前歯折れちゃうよそんなやったら。だがレベルが上がる。残虐ファイトでレベルが上がってくランチパックの。はたき落とす、なんかアイテムを落とせるやつだっけ。悪技なんだ。なるほど、これにらみつけるかな。いや、ケタグリかな。ケタグリちょっとよくわかんないんだよな。リベンジ、まあ、にらみつけるかな。にらみつけなくていい、ランチパックは。にらみつけるよりも早くもう無言で真顔でぶん殴ってやればいいのよあんなやつ。よしよし。KOB17 OK。
やったぞ。おお、爽やかな戦いだった。816円。金は増えてくね。同じポケモンでもいろんなところにいるんだ。山男だっていろんなところにいてもいいだろ。まあいいけど、別に山男にも家族がいるだろう、家庭があるだろう。国へ帰るんだな。やけど直しくれよ。うわ、高いな案外。まあ、ゴツでいいか。ゴツ買って、氷直しとか、とりあえずいらないと思うけど、まあ、3つぐらい買っとくか。それ!よし。どっちが正解だ?なんかどっちもどっちもって感じだな。とりあえず右から行って、お姉さんと、お姉さんに話しかけられよう。あー、壁に押し付けられる。私のポケモンも、いい匂いの子が大好き。僕のことですか?いい匂いって。そんな、あー、お姉さんから何か出てるよ。匂いが。アロマのお姉さんの知恵は、スボミー。取り出した。スボミ好きなんだな。まあ草タイプなのでウゴーの種でいきましょう。あ、威嚇。ウゴーの種の威嚇で下がっちゃうね。あー、お姉さんに捨てられる。今一つ翼で撃つ。おれ強い。ウゴーの種、ああ、急所に当たってしまった。これは参ったぜ。オッケー。ちゃんといい匂い分かってくれたの?まあ、翼でブンブンやってたから、あんまり匂いこっち来なかった可能性があるけど。でも、いい匂いでした。お小遣いまでもらっちゃったな。いっぱい木の実を植えれば、いい匂いに包まれるわね。なるほどね。すげえ気になる。何この階段。なんか、あ、え、こういうところにもなんかアイテムあるんじゃん。あ、そしたら今までも結構怪しい場所あったな。なんかアイテム埋まってたかも。なるほどね。目に見えるものだけじゃないんだな。学びました。絶対ここなんか出るでしょう。なんもで、あ、出た。なんだこいつ、ブイゼル。ブイゼル、なんか、見たことないけど、なんかの進化系っぽいくないこいつ。違うかな、怪しいな、怪しさある。お、ああ、範囲が狭いんだな。この辺りにはどんなポケモンがいるのかな。走ってる。ひき肉ガールの小枝。なんかちょっとおしゃれな名前だな。コリンク。ケオーメ。コリンクことケオーメは、雷だから。ああ、威嚇。こんな可愛いのに威嚇してくるなんて。まあ、3どこでいいかな。でもなんか、格闘とかちょっと持ってそうだよね。コリンクって。そこが怖いな。体当たり、え、聞きませぬ。聞きませぬぞ。では、岩落とし、やってみるか。おっと、それだけかい?三度この岩落とし。さーっと強いけど、強いけどって感じ。で、地面じゃないから抜群じゃないもん。なるほど。岩、電気、あ、抜群って書いてねえや。間違えてた。間違えてたけど、買ってしまうのだな。三どこ17。ポスケ19。うわー、かなり成長してる。バブル光線出たー。これ絶対強いやつでしょ。65。絶対強い。え、これ水鉄砲もういらないんじゃないか?多分そうだよね。バブル光線があればいいもんな。
しかもスワイスを下げることさえある。 OK、 ポカン、バブル光線。あ、パチリスってリスみたいなやつだな。なんか電気っぽいけどみたいな話したけど、電気じゃなかったんじゃなかったっけ結局。だからノーマルだと踏んでランチパック。んー、ランチパック、パチリス、ノーマルなのかな。効果ありか、ノーマルじゃないな。まあ、ローキックで、ちっちゃい足をローキックで攻めていこう。ローツがまあほぼボディに入るだろうけどな。ほら、お、だから素早さが下がる。もう一発ローキック打って素早さ下げて、何タイプなんだろう、やっぱ電気なのかな。よし、あ、急所に当たっちゃったよ。ランチパック結構ローで急所に当てるな格闘技の大会とかだと警告もらいそうだけど大丈夫かな、不安になるわ。ショック、負けてしまった。うんうん、ポケモンで知ってること、ポケモンにはメスとオス、それと性別不明がいるよ。なるほど。地下大洞窟の空気を入れ替えて、ここにも地下大洞窟があるのか。なるほど、上はいけないと。オレンの実を取ってモモンの実を取る。しっかりやっぱ植えてった方がいいのかね。水をあげる。とても喜んでいるようだ。お、モンスターボールを見つけて、ここはなんか違うのが釣れそうな予感がするぞ。じゃあ期待してるよ、期待しちゃうけどな。あー、さよなら。うっ、押された。んだってんてんてんて、ソーノと白帯の間って長いだろ、だから勝負だ。暇つぶしをしてくれよって言うんだね、ありがとう。暇がつぶれるかな、公平。公平が石つぶって、どうやら暇はつぶれないかもしれないな、公平。俺のポスケがさ、覚えたバブル光線、覚えた技を使っていいって言うんだから、ちょっとは暇が潰れるかもな。バブル光線、グググググン、あー強い。でも相手やっぱレベルがちょっとグンって高くなって14だね、高いね。でも暇は潰れなかったよ。わっわっわっ、もう戦えるポケモンいない。もうちょい捕まえとけばいいのにな。ポケモンと一緒ならどのキャンプだって絶対に楽しいよね。確かに。お得な掲示板、バッグのポケットに入れる道具はその道具の種類によって自動的に振り分けられます。まさに便利。確かにそれは便利。そして山男だよ。こんなところで道に迷いました。とりあえずバトルしましょう。おかしいこと言ってるけどな、ガンジー。非暴力じゃないのか、ガンジー。イワーク、なかなかなポケモンだが、相手が悪かったな。バブル光線だ。お、イワークよりも早い。ガン、いや敵、あー、頑丈なのかこいつ。くさー、うわ、ギューギューと締め付けてくるスプリングマンのやつ。でなんて技名だか忘れちゃったけど、なんだっけスプリングマンの技の名前。うわー、名前出てこない。チキショー。あ、メタルクロム効果抜群なんだ。鋼か、鋼って岩に強いんだっけ。なんか逆のイメージを持ってしまっていたが、ちょっと確認するところによると岩に抜群なんだ。なるほど。ビエンが16まで上がってますよ。なんかそろそろ進化しそうじゃない、ビエン。迷えるトレーナーは勝負でも勝てず迷っているんだね。
上がらず、山で迷い続けていつしか山男になってしまった。そんなモンスターみたいな感じなのか。お前あの子に声かけろよ。なんか出てきそうな予感。あー、なんかもうビッパが出てくるたびにちょっと心臓が軽く締め付けられる。心臓のところポンってされる。ビッパが出てくるたびに、もう俺お前を倒せねえよ。ビッパよ。お、なんかうまく避けられたな。虫焼けスプレー、すげえ音楽。ボス、手加減なしでいきますよ。手加減なしでいきますよ。575、うわー、なんだ、千夏すでに蹴っている。ワンリティお似合いじゃん。ワンリティか。まあウゴーヌシかピエンでもいいけどな。腐って確か格闘が効かない。いや、そんなことねえのか。まあウゴーヌシで、ウゴーヌシで完封しましょう。行けウゴーヌシ、ピピー、威嚇。はいはい、ケタグリー、そんなものかい。翼でエッツ、あ、強い。ウゴーヌシめっちゃ強くない？ひょっとしてめちゃ強いポケモンなのかな。ランチパーク、いいよちなっちゃん。ま、負けました。格が違うみたい。相手の格が分かってことは、お前もまた一流なのか。その格好で山に上がってくるのどうかと思う。下になんか怪しげなおじさんがいますよ。気をつけてください。おっ、自分がどれほどか分かりました。ありがとうです。ふむ、潔いな。ここには何かアイテムがある。いい傷薬見つけたよ。うん、で帰り道か。めちゃ空気を入れ替える通気口があるな。このお家はなんだろう。なんかこういうところにあるのって大体さ、育て屋さんとかじゃない？そんな気がする。違うかな。普通の一般のご家庭だった。お前一人で白帯の森抜けられるのかよ。そんなにきついんすか、白帯の森。ポケモン研究のコーナーだよ。今日は野生のポケモンを調べてみよう。早速チェリンボを見つけたぞ。ん？何か持っているぞ。何を持っているのかな。近づいて調べてみよう。ちょっと見せてね。いいね、指かかれちゃったよ。でもチェリンボが奇跡の種を持っている。へえ。奇跡の種返した。奇跡なのにめっちゃ引っかかれてる。こいつでも毒で知らないってことは耐性があるのか。いろんな毒を子供の頃から食らってたんだろうな。なんだか疲れているよね。少し休んでいきなさい。気まずいよ。こんななんか子供がいてさ、知らない家庭で子供がいて、ベッドがキッチンの前にある家で寝るの気まずいよ。めっちゃ嫌だけど、俺ここで寝るの。でも休んでくれ、行けって言ってるから休んでいこうか。休ませてはもらったけど、気まずかった。すっかり元気になったらしいけど、ベッド置くならせめてこっちじゃない？なんでここなん？なんでこんなキッチンの前にベッド？レイアウトがおかしい、不安になる家だったな。うるーん。どうしようかな。ちょっと遊んでみようかな。ほう、この俺相手に遊ぶだと。ピクニックガールのサヤ。サヤはポッチャマ。まさかのポッチャマを出してきた。どっちが強いか一目瞭然だけど、水技が効かないのは草タイプだよね。だからここで俺はビエンを出すことによりポッチャマを完封していこう。ビエン、ポッチャマ案外でかいな、こう見ると。まずは、しびれ粉と。
ブピ。しびれちゃったね。技が出にくくなってアイデル、まあ、確率だもんな。でも成長して攻撃と特攻を上げ一気に吸い取る。ガン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 。攻撃特攻。あー体がしびれて動けないねポッチャマ。そこを吸い取っていくよポッチャマ。から吸い取っていくよ。いいダメージ、いい回復。あ甘えてきた。かわいい、それかわいい。攻撃なのかな、吸い取るって吸い取るって分類、これエスパーの方だよね多分ね。だから攻撃が上がってもしょうがないんだよな、下がっても大丈夫。特攻が上がった方がいいんだね多分ね。グン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 、回復しちゃうよ。一回しかしびれが、あしかも急所、なかなか麻痺も難しいよな。それいいね、もうちょっとなんかギガドレインとか覚えたらいいんだけどな。よし、ウゴの衆18、いいぞ。おウゴの衆ががむしゃらになったらもうそれやばいんじゃない、なんだろう、暴動なのかな。相手の HP が自分の HP と同じぐらいになるようダメージ。あー、ちょっと使い方難しいけど、まあ、ウゴの衆の鳴き声はちょっと怖いから、ガムシャラ一応残しとこうか。あんまり使い勝手悪そうだよな。難しそう。俺には使えるとは思えないけど。とりあえずは、ガムシャラっていう道もね、残しとこう。ウゴの衆たちは。実力行使。もう、プンプン怒ってんな。耳を澄ますとポケモンの鳴き声聞こえない。何怖いこと言い出そうとしてんの。こっちは行けぬから北でいいんだね。205番、白帯の森。こっから先はさらにあれなのかな。お、こっちも行けるぞ。お、白帯、あ、白帯の森だけど秘伝技がないと通れない場所ね。なるほどね。この人は白帯の森には毒タイプのポケモンが多い。だけど、毒消し買ってないんだよな。どうしよう。進むべきか、戻るべきか。お前は戻った方がいいぞ。ケムッソ出てくるかな、白帯の森。俺、ケムッソのことが今、すごい知りたい。ていうか、俺、あれなら多分、虫タイプのポケモン好きなんだな、多分。おそらく白帯の森にいると思うんだよな。わ、神秘的。あ、もう襲われる？違うの？はじめまして。私の名前は、モミ。モミの木のモミだよね。動詞じゃないよな。モミ。モミ。あなたは？俺は、テッドさんって名前なんだ。ねえ、テッドさん、お願いがあるの。なになになに？この森を抜けたいんだけど、私一人じゃ心細いの。ギガ団とかいう怪しい人がうろついてるって聞いたし、旅は、道連れって言うでしょ？ね、一緒に行きましょうよ。俺道連れなのやだな。モミと道連れやだな、怖いな。あ、有無を言わさずモミと一緒に。気づいたポケモンはすべてモミ直してあげますからね。モミ直してもらったわ。白帯の森、時とともに生きる森林。結構広そうだな、白帯の森。右にはアイテムがあるだろうな。あ、ダブルバトルなの。え、ダブルバトルって捕まえられない？ひょっとしてモミさん、モンスターボール。あー、ダメなんだ。一匹じゃないと狙いが定まらない。え、ってことは一匹っていうか、モミさんラッキーなんだ。ラッキーでかっ。じゃあさ、とりあえず3どこにするけど、1匹になったらボール投げられるかな、それとも無理なのかな。闇カラス捕まえたい。初めて見てるんだよ俺、闇カラスの。闇カラス初めてだよな多分。いって、あ、ビエになってる。なぜか違うんだ、違うんだ。ごめんごめん、
間違えてる。なんかこれいろいろと間違えてる。多分このラッキーがでかくてそれでもプレッシャー受けてるかも。2人にダメージ与えられるんだ、すごいね。ちょっと入れ替えます。サンドコにしたかったんで、サンドコに3どこだ。続く聞かぬな、続く聞かぬな。チャームボイス、ラー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 、強い。毒のダメージも加速していく。岩落としで闇カラスを落としてしまおう。風起こし、飛行技か。お、そっちを狙うか。あ、チャームボイスで落としちゃうなこれ。うえー、何もしなければよかった。そうか、サンドコ押せえもんな。うん、なるほどね。オッケー、サンドコ18、いいぞ。あ、撃ち落とす？そんな技が使えるのか？石や弾を投げて飛んでいる相手を攻撃する。相手は撃ち落とされて地面に落ちる。地面に落ちると何なんだろう？体当たりもういらないかな。ポカン。よし。KO目18。おわ、スパーク！スパークって、なんかそんなに良くなかった気が。あ、いや、そんなことないな。電気をまとう相手に突進して攻撃する。麻痺状態にすることがある。いや、絶対強いじゃん。なるほど。電気ショックはエスパー技か。ただ、ケオーメは攻撃の方が高いから、実際はスパークの方が強い。体当たりがいらない気がするけど、充電もどうなのかな。でも特防上がんのか。体当たりかな。ノーマルの攻撃は1000だろう。よし、電磁スパークだ。ポッスケ20、とうとう20歳になってしまいました。回復はしてくんないのかな。してくれてる。マジで一生レベルを上げられるじゃん。じゃあここで、あ、ダブルバトルだねこれね。こっち正解っぽい感じがするけど、わー、ポッポッポッ、あ、カラサリス、カラサリス、ポンポピンポピュー、ノー、やばい、今一つだ。チュル急所、これ100年間戦いが終わらないやつだな。硬くなる。とりあえずしびれ粉をぶんまいて、カラサリスとかなんかにぶんまいといて、ビビビビビビビ、よし、命の雫、何それ、回復技、体力満タンだって。範囲で回復なの強いな。ジュルッと吸い取られる。しびれてる。ここでポケモン入れ替えで、草だから草タイプ、ウゴの種か。威嚇、威嚇は1匹しか入んないのかな。あー、ちゃんと2匹に入るね。そうだね。一生回復してるけど、一生満タンだよ。あ、自分を回復したのか。111の体力ってやばいな。あ、眠れなくなる。
ウゴの衆が不安に襲われてる。不眠になっちゃった。どんどん硬くなっていく。めんどくさいね。バッピ。へえ、そんなのできるんだ。面白いね。とりあえずカラサリスから落とすか。えい。オッケー。いいぞ。ビエンがレベル17。いいね。早く倒さないと終わらないよ。一生終わらなくなっちゃう。翼で撃つ。オラ。オッケー。進化はせずか。なんだ、なんかありそうだな。日が当たってる、ここだけ。うわ、気になるのに。スボミーと闇カラス。スボミーを落として闇カラスを捕められるか、ちょっとやってみよう。オッケー。これで相手が一匹になったので、モンスターボール、せい。うん、あ、投げられたね、ちゃんとね。ってことはいけるってことだ。ただこのラッキーが何をするか分かんないから、なかなか難しい。まあ、削ってはくれるけど次で倒しちゃうもんね。なるほど、そういうことか。ダブルバトルだとまあやっぱちょっと難しいな、捕まえるのな。思うようにはならないよと。ちょっとモミちゃんさ、モミちゃんわかる？俺が今何しようとしてるか。モミちゃん、モミちゃん分かってくれないや。モミちゃん俺の行動見てるはずなのにな。倒しちゃいましょうっていう、なんかそういう強い気持ちを感じる。怖いわ、モミちゃんが。表面が苔で覆われている。触るとなんとなく気持ちいい。え、それだけ？絶対なんかあると思うんだけど、なんか敵が出てきた。あ、ミミロル、ミミロル知ってるな。なんて名前つけたっけな。俺なんか結構いい名前つけたと思うんだけど、ミミロル。あとは確率の問題。グングン、ほい、グン、ほい。よーし、闇カラスを捕まえたぞ。やったね。闇カラスが登録されます。闇カラス、暗闇ポケモン、悪飛行。なるほど。夜にその姿を見かけると不吉な出来事が起きると信じられているポケモン。あー、あんまじゃ好かれてないんだね。帽子かぶってるみたいでちょっとかっこいいんだな、闇カラス。名前つけてあげましょう。はい、闇カラスの名前は昼起き。まあ、夜ずっとね、活動してるからね。私は闇カラスとか言って活動してるから。まあ、昼起きだね。朝はもう起きれない。弱い。だいたい昼過ぎに起きます。昼起きで決定です。昼起き、ちょっと使ってみたいけどな。強さちょっと見ようか。悪で飛行、良さそうだけどね。防御がちょっと低くて素早さ高い。強運、相手の急所に攻撃が当たりやすい。めっちゃいいじゃん。続く驚かす風起こし黒い霧。へえ、黒い霧ってなんか技が、あ、能力変化を元に戻すか。いや、良さそうだけどな、闇カラスな。ちょっと使ってみたいけどな。まあでもとりあえずウゴーの種がいるしなって感じか。まあ、ボックスでとりあえず送っとこう。昼起き。昼に起きてもらうか。したら、この人話しかけたっけ？オイラのポケモン、毒を食らってしまって、戦えなくなったよ。こんなことなら、もっと毒石を買っておけばよかったな。直してあげようか。いいのかい？
毒消し見つけたよ。毒消し見つけたよ。直してあげようか。おいらのポケモン。ダメだ。人の力は借りたくないと、そういう感じなのかな。パパーン。ちょっとした散歩。ブッブルンブルン、うんぐ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 ん。なんたってかっこいいのは虫ポケモンで決まり。やたら虫推しの奴らがいるな。虫推しの奴らが。ミニスカートのかなこと虫捕り少年のヨータ。どういう関係ですか、お二人さん。兄弟なのか姉妹なのかな。パチリスとケムッソ。なるほどね。まあまあまあ、入れ替えるまでもないのだが、まあウゴーの種でいきますか。あ、グーン。やはり電気タイプだったか。あらら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 。三どこだ。はい、聞きません。天使のキャス。どういう技だっけ。混乱。あー強っ。うっす。いやー効かんな。命の雫強いな、このラッキー。何でもできるじゃん。転がる世界に。いいね。あ、何匹か持って、わー気持ち悪いやつだ。アゲハント、まさかの気持ち悪いやつ出してきた。気持ち悪いというか怖えやつ。アゲハントマジで怖え。まさかケムッソアゲハントになるのかな。可能性ある。だがワンパンよ。怖えよアゲハント。あ、めっちゃ経験値もらえた。ランチパーク。カラサリス。出す順番間違えてない。おそらくだが、カラサリス2番目に出すんじゃないか。でなんか最後進化しましたみたいな、そういうやり口が良かったんじゃない。転がってる。あ、強い。急所にも当たっちゃう。転がるで急所に当たるって、もうどんなでけえ急所してんだろうな。三毒19。ウゴーの種19。かんな。セイ。いや強い。お、ポスケ21。すげえ。ビエン18。やん。虫ポケモンのかっこよさ、無視するなよ。いや、無視はしてないっすけどね。いいと思ってるけどね。森の中って虫ポケモンばかり。しかも毒消し勝てなくてもう散々だよ。かっこいいだけじゃ勝てなかったか。確かにな。回復してくれてる？ひょっとして。わ、回復してくれてる多分。すげえな。もみちゃん。麻痺直し。ケムッソ、ケムッソいねえかな、ここに。ケムッソに出会いたいよ。ケムッソに出会いたいよ。あー違うんだよな。カラサリスじゃないんだよな。いた、ケムッソ。こいつは捕まえてみせるぜ。ということはまず頑張って闇からスカラ落とさないとダメだ。頼むケムッソ、俺の元へ来い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 。イエーイ、ケムッソを捕まえたぞ。ケオウメ19。
ティムストが登録されます。イモムシポケモン、これ足なの？もうちょっと点なんだ実は。はい、葉っぱが大好物、ムックルに襲われた時はお尻のトゲで撃退するぞ。なるほど、お尻にトゲが2本あるんだな。やっぱちょっと独特だね。名前つけましょう。でも難しいな、もう最終進化系分かっちゃってるからな。おそらくアゲハントだよね。はい、ケムストの名前は終焉にしたいと思います。まあもう出会ったら終わりってことだよね。うん、ケムスト、まあケムストの段階だったらまあまだ終わんないと思うけど、もうアゲハントに出会ったらほんと終わり、終焉、終焉にしましょう。終焉で決定です。いや終焉育てたい、育てたいな。そうなると、いやこれビエンを外すのかな、ケオーメを外すか、マジで悩んじゃうな。ここまで育てたけど、まあランチパックは案外こうなん、どの作品でも使ってるしっていうのも込めて、ここはランチパックと終焉を変えよう。で終焉を育てよう。終焉の始まりだ。あ、やべ襲われた、やべこれ終焉が出てくるかもしれない。トレーナーとポケモンの心が一つに通い合えば、いや終焉出ないわ、よかったよかった、モミが出してくれるんだ。なんでこのかっこいい音楽、不思議な力が生まれる。なになに、あえてかけ直したな音楽を。見える見える、君の敗北が見える。ほう、敗北が見えるだと、なんだこいつら、エスパーなのか、サイキッカー秋文とヨリコ、サイキッカーの秋文とヨリコが登場したぞ。お互い剣士、わー剣士うちにもいるんですけどね。剣士高峰たちか、エスパーだよね、エスパーだから虫がいける。あ、なんか持ってる、終焉が。お、そうか、エスパー悪技効果抜群か。ちょっとじゃあまあ交換しようかな、ケオウメに。攻撃食らうのがちょっと怖いけど、ケオウメ一応威嚇でね、殴りかかってくる可能性もまあなきにしもあらずだから。エナジーボール、草技か、エナジーボール違うっけ、エスパー技、いや強い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 、天使の剣、ピヨピヨしてるけどこれ回復してくれるかな。素早さか、いやこれダメだな、エナジーボールが痛えな。いやー厳しい、悩んじゃう。とりあえずウゴーの種に変えるか。ケオウメは多分耐えられないから、混乱してるとはいえ殴ってくる可能性大いにあるからな。でラッキーが回復してくれる、回復待ちってのもちょっと怖いしな。俺このラッキーのことホイミンだとは思ってるけど、どんぐらい当ててくるかわからんからな。あ、でも混乱してくれてる、いいね。自分を攻撃、威嚇で下がってるからな。天使のキス、いや強っ、マジか、めっちゃ強いな。これはでもおかげで混乱してる今ならありだな、影分身しちゃうの。ガン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 、ブラ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 、回避率を上げて、混乱いいよ。エナジーボール、まあまあまあラッキーならね、ラッキー強いからね。エナジーボールかい、全てラッキーに当たってる。てかこっちに来ないな。ラッキーのこの異常なる耐久力は何なの。火力が低いだけでめちゃくちゃ耐久がある。影分身もう一回ぐらいしとこう、念のためな。ブブ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 ブ、よし、ピヨピヨポッポッピ、エナジーボール、
ラッキー狙いか。ただラッキー回復があるからな。負けはせんだろう。むしろラッキーいなくなったらどうすんだろう。もみちゃん2匹目あんのかな。なんかもみちゃんラッキーしかいないのかな。それも気になるね。なんでラッキーしかいないんだろう。ちょっとなんかもう一匹見たくなってきちゃったな。もみちゃん倒されたらもう何も出してくんないのかな。そういうなんか悪い心が今働こうとしてる。俺もみのことちょっと疑ってるんだよ。何なんだろうって。ひょっとしたらなんかラッキーの化身なのかもしれない。おいどうするんだ、いいのか。ああラッキー、何も出さんのかいマジで何も出さないの。そんなことあっていいの。嘘でしょ。ほら、あ強い。何もねえのか。なんかセリフとかあんのかなと思ったのに何もなかったよ。混乱が解けた。エナジーボールも当たらんよ絶対。何も当たらんよ。いやー、じゃあラッキーに悪いことしちゃったな。ごめんよラッキー。俺が試したいばっかりに。俺が悪だったな。俺が悪タイプだったかもしれない。申し訳なかったな。強かったなサイキッカー。うむむむ、私が負けるなんて。おかっぱちょっとかわいいね。1560円ありがとう。今なんか何かを言うためにちょっと一歩近づいてきたな。もみちゃん、この世に不思議なことはいくらでもあるんだな。不思議なことなど何もないんだよ秋文くん。秋のりだっけ。森の洋館には誰もいないはずなのに。絶対このもみちゃん関係してるじゃん。何かの気配が漂う。もみの気配だよ。もみちゃんでも回復してくれてる。なんか悪いな本当。何もかも悪いなもみちゃんに。あ、見逃さんぞ。スーパーボール。やったね。お、一人だぞ。お一人様ですか。あ、二人いるじゃん、下に。隠れてた。珍しいポケモン、むきけた、むむ。虫の知らせ。楽天カードマンが一人いるな。虫取り少年の道夫と慎吾。道夫、そして慎吾が。あ、なんだ右の、なんだミノムッチ。うわ、気になるポケモン出してきやがった。ミノミッチ頭がうんちみたいになってるじゃん。この辺にいるのかな。すげえ気になる。とりあえずもうつついちゃおう。ミノムッチ気になる。ミノムッチ絶対変なのになるじゃん。どこにいるんだろう。この辺にいるのかな。強っ。混乱ほぼ 100% なんですけど。お、ミノムッチそこそこ火力あるのかな。ひょっとして毒ケイル。うわ気持ち悪いの出してきた。やばい。でも虫だろ、つつく効くんじゃないか。毒ケイル、ああ効く。念力？で大して効かねえけど。気持ち悪いの出してきたな。ミノムッチがこれになるのか。ひょっとして先出しやめてください。お、やる。続いていくぞ。続いて倒しちゃって入れ替えようかな。終焉がレベル上がってくね。終焉に一歩近づいてる。ウゴの種レベル20。いいよ。命の雫です。
ミノムッチ欲しいな、気になるな。タイアトル機関な、マユルド、あー出す順番こいつら絶対違うんだよな。うーん、レベルが上がりたいのはビエンか。終焉一回出して、終焉一回出して、出したよっていうスタンプもらおう。出したスタンプもらって引っ込めよう。行け、ウゴの衆、天使のキス、キスするぐらいまで近づいたんならラッキー、食べちゃえよって思うけどな。食べれるんじゃないの、もう。とりあえずミノムッチ落としちゃうか。えいっ、オッケー。コロトック、うわっ、いや知らないポケモンいっぱい出てくる。なんだコロトック、翼で撃つ、いやワンターンでいなくなっちゃったけど気になる。カマキリ、ヒゲが生えたカマキリみたいな感じのやつ。サンドコ20、どんなに硬かろうが一発です。ギギ555、オッケー、なかなか強かったな。あわわわわ、ジョボボボボ、ふうちょっともう出ちゃったのかな。あ、来ました、終焉の様子が終焉の様子ってなんかもう恐ろしいね。この世の終わりだ、迎えようとしている。グン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 グん、なるほどね。まずはマユルドね。終焉の一歩前、なんか嵐の前の静けさって感じ。これ何、どこ向いてんの。マユルド、サナギポケモン虫。マユの中は温度が高い。その中で全身の細胞が進化のエネルギーを作り出しているんだよ。終焉に向かって、ああ硬くなってる。一歩近づいたね。珍しいポケモンだと思ったらトレーナーさんだったのか。虫の知らせってのはポケモンの特性のことだよ。珍しいポケモンなら俺の後ろにいるよ。モミっていうポケモンがね。ぐる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 。闇カラスね。傷薬見つけた。いいよ。お得な掲示板。薄暗くて見えませんが、森や洞窟にはたくさんの落とし物があります。そうなんだ。いろいろあるんだな。なんかこの辺にもあんのかな。あの端っことかありそうじゃない？うわっ。ミミロル、俺こいつになんて名前つけたかな。ミミロル、なんか覚えてないけど、いい素敵な名前つけた気がするんだよな。グン、グン、はい、オッケー、ミミロルを捕まえたぞ。ホスケ22、ビエン19。ビエンって進化なんかしないな。ミミロルが登録されます。ウサギポケモンノーマル、丸めた耳を勢いよく伸ばして相手に叩きつける。大人でも飛び上がるほど痛い。そうなんだ、柔らかそうに見えるけどね。じゃあまあ名前つけましょう。はい、ミミロルオスの名前は風呂上がりです。前につけてた名前を調べて、風呂上がりってつけてた。で、まあ、風呂上がりだなと思ったので、いいこと言うなって、昔の俺いいこと言うなと思ったので、風呂上がりにしましょう。いい名前だね。まさに風呂上がりだもん。で、まあ、とりあえずボックスに送るでいいかなと。うん。OK。この辺なんもないと。この人たちと戦ったっけ？戦ってない。
この森ってどこか不思議、力がみなぎってくるわ。不思議な気配、君からも感じられるぞ。感じられるかい？俺からじゃないんじゃないか、俺の後ろの人じゃない？サイキッカーのリョウコとマキア。あ、コダックともう一個はなんだ？変なやつ。アッサナン。アッサナンなんていたかな？なんか玉ねぎじゃなくてニンニクみたいなやつだな。とりあえずもうポッスケでいけるんじゃないか。今一つなのは多分コダックに今一つだから、アサナンを落としてしまえばよいと。バブリコーセン、この開いた口の中にもう注ぎ込め。あー、一発でした、ありがとうございました。終焉13、天使のキス。あ、コタクに当たらない。水のハデュー。なるほど、水タイプの技を使ってくると。できれば終焉に変えたいけど、水タイプの技って虫に結構効く気がす。鼻炎かな。あー、ただエスパー技使われたらっていうのちょっと迂闊だった。そうだ、コダックエスパーでもあるんだ。天使のキス、キスされたよ。混乱している念力、しまったー。あ、でもそんなに効かないな。ひょっとしてお前大したことないのか。でもまあわざわざ弱点を食らいながら戦う必要はないか。まあ、ポスケが安定かな。水食らわないし。安定のポスケでいくか。チャームボイス。あ、混乱解けた。ねんねん。ほう。その程度かい？コダック硬いなぁ。あとエスパータイプにうちのパーティーはちょっと弱いっていうことがやっぱ分かったな。よし、最終的に天使のキッスでラッキーにかなり助けられてますね。ケオメ20。いいぞいいぞ。あなたの勝利は不思議じゃないわね。ああ、アサナン、アサナンもうワンパンで水ガブ飲みしてやられちゃったからな、かわいそうだったな。あ、とうとう終焉を迎えます。皆さん、アゲハントが爆誕するぞ。終焉の様子が早かったね。ルン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 、やっぱ虫ポケモンは進化が早いんだね。さあ来い。え、あれ、アゲハントじゃない、気持ち悪いやつだ。毒ケイル。うわー、なにこいつ。いや、終焉を迎える。うわー、気持ち悪い。でもなんか笑ってるように見えなくもない。あれ、口なのかな。毒ケイルが登録されます。毒がポケモン、虫毒、夜行性のポケモン。明かりに誘われた毒ケイルが街路樹の歯を食い散らかす。ちょっと指摘だね。これが終焉なのか。え、アゲハントになるんじゃないのか。ちょっと違ったな。毒ケイルだ、ミサイルみたいだね。多分ミサイルはこのね、毒ケイルを模してるんだろうな。あの形が恐ろしい形なんだっていう。終焉だね、これは。でも終焉は新しく風起こしを覚えたい。風起こそうぜ。まあ、体当たりする必要はないよな。攻撃低いもんね。まあ、でも糸を吐く、あ、ガクッと下げるのか。ちょっと話が違うな。アゲハントだと思ったんだけど。じゃあ、アゲハントは何からなるんだ？わからん。森の洋館。あそこから何かの気配を強く感じる。森ってどこか神秘的、不思議な力が集まってる。ひみひみ。右上かな。
あれ？なんだ？ちょっと待って。マユルドとカラサリスがいる。いや、なんかこの目が違うなって思ったんだよね。違うのがいるのか。ってことは、ケムッソからカラサリスが生まれたら、アゲハントになって、マユルドが生まれたら、ドクケイルになるのか。そういうことなのかな。そういうことなのかもしれない。なるほど。じゃあ、カラサリスの方を捕まえればアゲハントになってくれるってことなのかな。なんかそんな予感はするが、とりあえず進んでいくか。甘い蜜、見つけたよ。お。いや、いけないか。いけないな。花が咲いてるが、お？どうした？あ、出口。よかった。ここまで来れたんだ。私一人だったら絶対に無理だったわ。ありがとう、鉄道さん。お礼に終焉を見せてあげる。お前が終焉だったのか。あ、行っちゃった。お礼もそこそこに足早に行っちゃったぞ。どこへ？205番道路に出てきたのだ。あ、実がなってるじゃん。いただきましょう。これさあ、植え直すの多分大事なことなんだと思うんだけど、またなったかなってここ見に来るのちょっとめんどくさいよな。そういうもんなんか。水をあげる。一応一箇所やれば全部水はあげられるっぽいな。で、ここ甘い蜜ポイントだね。塗ろう。猫が鳴いとるわ。うん。で、この人たちとは戦闘になるのかな？釣り人たち。のんびり釣りを楽しむ大人の味わいだね。これは元気のいいトレーナーがかかりおったな、行くぞ。マジか。釣り竿を垂らされてたわ。釣り人の高政が勝負を仕掛けてきた。高政は、土佐金と、ルアーを投げるようにし、あ、土佐金となんか覚えてるな。水タイプでしょ。まあ、毛多め出しときゃ一発でしょうって感じかな。もうレベル20、高いね。毛多め。威嚇が入る。水の波動、懐かしいこの技。まあまあまあ。スパークは、あー、命中率100か。電気ショック、あー、なるほど。攻撃タイプか特攻タイプかみたいな感じか。まあスパークで。スペック強っ。まあまあまあ、この辺はね、勝負に勝った。逃がした勝利は大きい。腕の毛すごい。腕の毛なのか、それとも自分で掘ったのかな。釣った魚の分だけ自分で掘ってんのかもしれない。体に傷をつけて。真っ当な釣り師になれよ。釣り竿を持ってるか。とにかくでかいの釣れよ。ってことは、この辺では土佐金とか釣れるのかもしれないね。かかりませんな。気分転換でもするか。そんなんだからかからないんじゃないか。雪春。こんくらいのおじさんの、をなんか下の名前で呼ぶのちょっとあれだな。なんだなってなるな。別にいいんだけどさ。雪春だのなんだの。しまった。なんかすげえ持ってない。1、2、3、4、5、6匹持ってる。これ全部コイキングの可能性。いや、最後の最後で違うの出してくんのかな。まあ、毛多めでいいか。釣り人はさ、やっぱ、釣って食べるんだよね。違うのかな？リリース、キャッチ&リリースなのかな？それでも全部ポケモンのボールにしまうんかな？どうなんだろう？売ったりするのかね？
このポケモンの世界でポケモンを販売するとかそういうのって今んとこ見たことがないんだけど、許されてないのかな、やっぱり法律的に。どうなんだろう、その辺もなんか描かれたりするシリーズがあったりするんだろうかね。ケオーメ、最低でも4匹まではコイキングを出してくるでしょう。つかこの雪春もさ、もう分かってるわけじゃん、こっちのケオーメでワンパンでやられてるってことが。だから本当に気分転換でしかないんだよな、こいつ性格最悪に悪いかもしれない。だから自分の釣り上げたコイキングがやられてる様をずっと見てるわけでしょ。ただただいつかはなんかこのコイキングたちも頑張ってくれるだろうと思ってんのかな、期待してんのかな。だとしたらそれはそれでなんかちょっとプレッシャーかけすぎな気もするけどね。なんか許せなくなってきたな俺、こいつが、この雪春のこと。お前に電気ショック流してやろうか、最終的に。それがコイキングに過度な期待を、なんか電気を流し続けられたら突発的に突然変異するんじゃないかとか思ってんのかな。おい最後までかよ、最後はギャラドス出してくるぐらいのさ気概を見せてほしい。なんか釣った魚全部出しましたみたいな全部並べましたけどみたいな感じだな。なんだよ、レベルも上がらんわ。ああもっと真面目に言えばよかったよ、お前の生き様が全て現れてたな。お前は多分ずっとそうしてきたし、これからもそうしてくるんだろうな。お前にはもう何も言うまい、600円だけよこせい。これに合わせて釣り竿を引く、それが釣りのコツなんだな。なんか独り言言ってら、強いポケモンを釣ったぞ、さあ勝負といこう。なるほど、つまりコイキングではないのか。3匹新作、高杉新作が何なの、釣り人ってこうなの、みんなこうなのかい、釣り人って。コイキングで様子を見てそこから繰り出してこうってことだろ、勝ちの戦略を。お前積み上げてんだろこれで。あ、終焉に近づいてるよ。おお、土佐金刀、まあ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 なんだけどさ、はいはい、ちょっとセクシーだよね。まあまあまあなんだけど。さあそして積み上げに積み上げたこの状態、電気タイプを出してくるのはもう確実なわけじゃん。ここでどうする。あーあー、ちょっと釣り人たちのこと下に見ちゃうよ、こんなの、こんなことされたらさ、釣り人たちを貶めてるよ君たちが。負けて顔が引きつったってね。はいはい、ついでに足もつったぞ、いていてて。はい、面白釣りギャグを言ってるな。トサキンと釣ってみようかな。てかここの辺なんかひょっとしたら変わったパケモンが出るかもしんないから、ちょっと歩いてみようかな。あー、ブピー、さあ何が釣れる。恋のキング、恋のキングじゃないんだよね。ではここを取りまして、傷薬見つけましたよと。 OK、 お、白帯シティにやってきたぞ。ここは白帯シティ、昔を今につなぐ街。昔を今につなぐってのはどういうことだろうね。襲ってくる虫捕り少年多いな。あとなんか下っ端がいるじゃん。自転車に乗れば気分爽快だね。そうか、自転車があるのか。これ、このフェンスみたいな、なんだろうこれ、ネジみたいなやつ。なんかのネジが2本埋まってるぞ。こいつは？おっと、そこのトレーナー。
ムーム、お前はちょいと強そうだな。ポケモンを取るのを諦め、いや許してやろう。こいつはポケモンを奪って生活している。おーっと、なんだ、ゴシックな女の人が。あら、ポケモン図鑑七かまど博士のお手伝い。なんか綺麗なお姉さんに声をかけられました。君の名前は、ね、俺無言なのか。鉄塔って名乗れ名乗れ名乗れ。そう、鉄塔っていうの覚えておくわね。私はシロナ、ポケモンの神話を調べてる。物好きなポケモン取れないよ。自分で物好きっていうやつ、なんかちょっとな、キャラ付けしようとしてる感すごいな。物好き感すごい出そうとしてんだ。ちょっと私変わってるでしょ、変でしょ、私変なもの好きなんだみたいな。ツイッターのプロフィール欄にすげえいろんなこと書いてそう、余計なこと。この白帯には大昔のポケモンをかたどったポケモンの像がある。大昔のポケモン、なんでもすごい力を秘めたポケモンだったって残されてる。君もポケモンを探してればそんなポケモンに出会うかもね。ほう、そうだ、これ使ってみたらどう。技マシン93なんでしょうか。うん、あ、居合斬り出た、やった。道を塞ぐ細い木を切り払えます。ポケッチの居合斬りを使うといけなかった場所に行ける。それってポケモン図鑑に大事なことでしょ。じゃあ頑張ってね、トレーナーさん。ポケモン図鑑を埋める手伝いはしてくれるんだな。髪も長えな。なんか髪引きずるほど長かったな。銀河白帯ビルポケモン募集中。なんでこのビルは植木が、木が生えてていけないんだ。居合斬り、手に入れた居合斬りでやってみるか。これで、秘伝技で居合斬り。あ、なんか選択できないぞ。とりあえず下行ってみるか。ここは地下おじさんの家。目指せ地下ベンチャー。地下おじさん絶対怪しいおじさんだな。近づいてはいけない。お、今ちょっと本当に気せずしてなんですけど、うまいこと言ってしまう。そういう病気なんですよ。うまいこと言ってしまう。そういう症状が現れてるんですけど、地下おじさんは絶対こいつだな。化石を掘りましょう。私、黒金炭鉱博物館の者ですが、地下おじさんのアドバイスを聞いて化石を掘りまくるつもりです。そこで一つアドバイスを。何でも化石を掘った時に出てくる、黒い岩はとても硬いとか、叩きすぎると壁が崩れます。これを忘らなければあなたも立派な化石掘り。化石で人財産なそうみたいな感じなのか。新発売地下レーダー。レーダーには化石の反応が出る。レーダーで化石を見られる。ああ、怪しげな商売をしているんだな。坊主。地下おじさんに近づいちゃいけないよ。地下大洞窟はすごく広い。メイペ遊ぼうぜ。地下の洞窟で遊ぼうと。ポケモン研究のコーナーだよ。タイヤスのポケモン調べてみよう。早速、ドータ君を見つけたぞ。何か持っているぞ。何を持っているのかな。近づいて調べてみよう。ちょっと見せてね。いいね、夢かかれちゃったよ。でも、ドータ君が、メタルコートを持っていることが分かったよ。ありがとう、メタルコートはドタクに返すよ。いで、いかがれた。ポケモン怒らせちゃいました。とほほ。苦情は出ないのか、こんな野生のポケモンを怒らせてばかりで。苦情を送ろうよ、みんなで。地下おじさん。わしが一番最初に地下大洞窟を掘り始めた。その名も地下おじさんなのじゃよ。やだな、ネーミング。危ないおじさんの一人だよ、多分。お前さん、お前さん、これをプレゼントするから、ぜひ使ってみたまえ。探検セットを手に入れた。うん。探検セット。バッグの大切なものから探検セットを使って地下大洞窟へ行こう。そうじゃ、お前さんを立派な地下ベンチャーに育ててやろう。なんか、怪しげな投資が始まったな。商材買わされるのかもしんない。気をつけなきゃ。ついてくるがよい。いやー、こっからあれかな。なんか契約するまでずーっとファミレスかなんかで問い詰められるんじゃないか。何は金融堂で灰原がマルチの親ネズミにされたように、入りましょうよ、契約しましょうよって言われるかもしれない。気をつけないと。まずは地下大洞窟に行くのじゃ。地下の世界に行くのは簡単、外で探検セットを使うだけ。部屋の中へ洞窟へ使え。では早速使ってみるのじゃ。ああ、ゆっくりと探検セットを手に取って、あ、飛んだぞ。落下音？なんだ？ああ、ヒョウタだ！あ、
テッド、もしかして初めてここに来た？ようこそ神王地方の地下大洞窟へ。ここは神王の地下に広がる巨大な地下空間さ。そんなに地下が広がってるの？しかも人工的に。イワークたちの怒りを買いそう。こんな広いところで何をしているかって、難しい質問だな。何だってこの地下大洞窟では何でもできる。何でもできる。化石を掘ったり、自分の秘密基地を作ったり。詳しいことは白帯の地下おじさんに聞いてごらんよ。地下おじさん有名なんだな。地上に戻るときは Y だよ Y。 やめてくれよ、冷めるので。じゃあね、またどこかで会おう。わあ、飛んでった。え、なんだ、何をすればいい。広いな本当に。なんかがあんのかな。あ、お、今暗い穴ことディグダがいた気がする。なんだ、なんかピコーンってなってるけど、このハテナのとこになんかあんのかな。ずいぶん広いな。40分の02ってなってるから、あのキラリと輝く何かを手に入れてるといいことがあるのかもな。地下水脈の空洞。あ、何こいつ。あ、なるほど、腹なくしポケモンをここで捕まえることもできるのか、その地下大洞窟で。しかもレベルがクソ高い。とりあえず戦いはしませんけど。あ、いなくなっちゃうんだ。コダックじゃん。あー、なんかいろいろ。わー、なんだ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 。こいつなんか俺知ってるかな。トゲピー。トゲピーなんか俺知ってる気がするが。レベル17めちゃくちゃ高い。何なんだろう、捕まえていいのかな。これはどういうことなんだろう。地下大洞窟、なんか化石を掘ったりってなったけど、ポケモンを捕まえることも可能ってことなのか。レベルが高いポケモンがいるってことか。あと何がいるかは多分その場所場所でランダムで。あ、捕まえられた。トケピーを捕まえたぞ。なんか好きなポケモン捕まえられるよってことなのかもしれないな。トゲピーにニックネームをつけますか？はい。なんか説明がなかったね。なんかちょっと違うな。俺トゲピーと当たったことないけど、ポケモン図鑑にの説明がなかったからちょっと変だな。ちょっとなんかせっかく捕まえたけどさ、これ、逃がしていいっすか？ちょっとなんか、いつもと違う感じがして、不思議な気持ちなので、トゲピー捕まえたけど、逃がします。何だったんだろう？なんか不思議。ここ不思議空間だなぁ。こうやって、野生のポケモンというか、なんというかがいる。え、あ、びっくりした。なんかいるよ。こんにちは、ユキ。ユキです。石像を秘密基地に置くといろんな効果があるらしいよ。秘密基地？あ、壁が少し盛り上がっている。掘ってみますか。はい。てん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 。親探検セットの中にメモが挟んであった。化石の掘り方。探検セットにハンマーとピッケルを入れておいたのじゃ。これを使えば壁に埋まってる宝を掘り出せるはずじゃ。壁が崩れる前に掘り出せばきっといいものが手に入るじゃろ。壁崩しちゃうともう崩落の危険性があるのでは大丈夫なのかな。お前さんならできる。グッドラックじゃ。壁の中に大きな反応が4つ。R っていうので？あー、なんか切り替えられるっぽいけど、どういうことだろうな。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。こっちはなんか違うの？あ、掘れる範囲が違うのかな？あ、今右上に亀裂がちょっと入ってきてる。なるほど。この間にだから、何かを掘り当てましょうってことなのかな。なんもないぞ。え、なんもないぞ。これもう一回掘れる？あ、もう一回掘れる。なんかあるぞ。ほら、なんか出てきた。
なんだ？なんかをゲットしたのかな？ない。ない。あ、ある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 。なんだこれ。でかいぞ。あ！壁が崩れてしまった。混合玉 S。何？混合玉 S って。なるほど。こういうポイントで掘ってこうねってことか。よし。なんか理解してきたぞ。できる回数が決まってるんだね。で、それを掘り当てましょうっていう話よ。ほら。こっちでやると壁が崩れにくいとかあるのかな？あるのかも。だからとりあえず、こういうところで、ん？なんか跳ね返された。ここにあるね、なんかね。はいはいはい。これなんだ？これ失敗か？なんかあんのか、これ。なんか棒みたいな。あ、なんかある、ここにある。よし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 。これはなんだ、これニョロニョロは関係ないのかな。おら、おら、おら、あたたたたたた。こうかな。いけ！よし！あと一個どっかにあるはずなんだけど、ちょっと。うわあ！壁めっちゃ崩しまくってるけど、大丈夫なのかな？緑玉 S、青玉 L、青玉 L。なんだろう？この緑玉とか青玉とか。なんかいろいろ手に入れてるぞ。あ、でも、アイテムには入らないな。ちょっとよくわからんが。よし。よし。なんか変なお化けみたいな。よし。綺麗な石の箱を手に入れた。石の箱が輝き出した。なんだ？なんだ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 ？は？ムーマージの石像が現れた。ムーマージの石像？なんかどっかでさ、あれかな？石炭研究所みたいな、あそこで化石からポケモンにする研究をしていますみたいなのがあった気がするけど、ひょっとしたらそれが関係しているのかもしれないな。よくわからんし、 Y ボタンで帰ろう。帰りまーす。地上へ。これは一体何だったんでしょうか。お、ジジイがいるじゃねえか。うむ、地下大洞窟に行けたようじゃな。よくやった。褒美にこれをやろう。ベニタマ S。 これらは何だ。いろんな玉をもらったぞ。地下おじさんから玉をもらった。地下大洞窟にはここいらでは見かけないポケモンもいるようじゃ。珍しいポケモンに会えたら楽しさ100倍じゃな。地下ベンチャーへの道はまだ始まったばかりじゃ。他にも知りたければ訪ねてくると良いぞ。ちょっと気になることがいろいろありますが、訪ねさせてもらおう。まずこの地下おじさんの玉の使い道は広くて何もなかっただろう。でもそれはお前さんがまだ初心者だからじゃ。目に見えないお宝がたくさん隠れている。へえ。これはやったぞ俺。それやったよ。おうまくレーダーを使えたようじゃな。褒美にこれをやろう。穴掘りドリル。地下おじさんの穴掘りドリル。地下大洞窟では壁を掘ればいろんなものが出てくる。だからそのままバッグに入るぞ。玉と呼ばれる宝石は地下大洞窟で、地下大洞窟でいろんなものと交換できる。へぇー。ふんふん。秘密基地、お、秘密基地が作れるのか。わしがさっき開けた穴掘りドリルを使うと、なんと地下大洞窟の好きな場所に自分だけの秘密基地を作ることができるんじゃ。地下で気に入った場所を決めて地下、秘密基地を作ってこい。それが今回のテストじゃ。はぁー。秘密基地を作る。
どのモードで？あ、いろんな人とやることができるのか。へえ、まあ、とりあえず一人で遊ぶでいいですけど。入った場所とはちょっと違うな。あ、いや、同じか。じゃあこの辺にちょっとやってみようかな。はい、秘密基地作ります。うわー、すごい。ん？自分の秘密基地の中に入りますか。はい、何にもない。なんだか怪しげな水晶みたいなだけあるよ。石像を置く。あ、石像これか。なんだろう、どういうこと。はい、これ何なんだろう。置いた石像、なんか意味があるのかな。ひょっとして回転、なんかどっちを向けとくとかで侵入者に対して何かあれなのかな、レーザーみたいのを出して焼き払うみたいな。これは置けば置くだけいいのかな。何なんだろう、ちょっとよくわからんが。はい、わあ、置けてる。でも別にガスが噴出するわけでもないし。石像効果、ゴーストタイプのポケモンの出現率が少しアップ。あ、へえ、なるほど。じゃこれをしまうと、毒タイプのポケモンの出現率が少しアップ。こうやってなんか、なるほど、出現率を変えることができるっていうことなのか。なんかちょっと、ふーんって感じだな。それはなんかいいことなのか悪いことなのか。地上へ行こう。ちょっとおじさんにもうちょっと話を聞こうか。ジジイの話をもうちょっと聞こう。おい、ジジイ、どういうことだ。地下基地を作ってきたか。素晴らしい。お前さんには少し難しいと思っていたが、なかなかのものじゃ。褒美にこれをやろう。クイックボール、ダークボール、ダイブボール。ちなみにあのホリドリルは一回しか使え、あ、一回しか使えないの？引っ越した場合は地下で弾と交換してもらう。おじさんの弾と交換するのか？おじさんの弾っておじさんの命ってことでいいんですか？次はどうするかの？ちょっと寂しい感じだろ？自分の好きなように石像が置ける。うん。一応置いてみたぞ。ついに模様替えまで。おじいさん目が節穴ですね。目に玉入れてあげましょうか。わしが認めた地下ベンチャー。褒美をやろう。四角い台座 XS。 うん、最後のテスト。たくさんの人が入っている。人がいるということはどこかにその人の秘密基地がある。人の秘密基地に入るテスト。人の秘密基地に入る。あ、なんか通信しなきゃいけないらしい。なるほどね。インターネット、世界中の友達とインターネットで遊べます。始める。なんかレポートを書くらしい。うん、なんか地下のマッピは地下のマップは変わってない感じがするね。ずーっとこんなだな。ここのどこかに誰かの秘密基地があるのではという話を聞いてきたのだが、お、なんか誰かが入った、誰かが地下大洞窟に入ったっていうのが左上に出てくるぞ。誰かが侵入しているらしい。その侵入者をやればいいのか、俺がやればいいのか。アイテムがある場合もあるんだな。技マシン87、威張る。こういうところでだから技マシンを集めるのもありはありよな。小さい弾持ってるか。持ってたらなんか交換してやるぞ。俺の弾をよこせと。穴掘りドリル、あー、なるほど。白玉、技マシン56、投げつける、リサイクル。へえ、技マシンとも交換できるのか。なるほどな。グッズをあげるって何？
なんで上げなきゃいけない、あ、上げて交換することもできると。なるほど。あ、上の方の真ん中あたりに青い光あり、あの辺に作ってるんじゃないか。さては、あーった、侵入、誰かの基地に入ります。モザイクでもかけとこう。どんな感じなのかな。うわー、すごい、ルカリオ、オイニューラ、これ知らないな。すげえでっかいのあるじゃん。こんなでっかいのもあるんだ。石像効果をオンにする。オンにしました。オフにする。こいつらのパワーを借りられるってことなのか。格闘タイプのポケモンの出現率が少しアップ。何これ、こんだけでっかいの置いて少しアップなんだ。まあようわからんが、とにかく帰ろう。呼びかけ、なんか声な、おーいって呼びかけることができんの。あ、なるほど、こうやってチャットはできないけど、こうやってなんか挨拶ができるよってことか。まあもういいわ、地上へさようなら。へえ、こんなのがあるんだね、知らんかった。ちょっとなんか繋がっちまったな、世界と。おいジジイ、おお、その顔はどうやら人の秘密基地を見つけたようじゃな。よくやった、褒美にこれをやろう。円形の台座 M、 不動の台座、山の不動の台座 S。秘密基地における石像には不思議な効果があるようじゃ。人の秘密基地からも力を借りられるぞ。遠慮しないでどんどん力を借りるのじゃ。あー、もう教えることは何もないが、どうしてもというならば一つ、いいことを教えてやる。お宝は掘れるポイントで色の違う光を見たことあるかな。検査のポイントではいつもより多く壁を。へー、そうなんだ。色の違う光は通信をして他の人と遊んでるときに。あー、一人じゃ無理じゃよ。なんだよそれ、お主一人で遊んでるんじゃ無理じゃよ。そんなこと言われた。ちくしょう。なんだよ、ケチめが。我々のビルを見たか。銀河団は金持ちだからすぐにビルを作れるのだ。へえ。金持ちらしい。僕の友達、銀河団に大事なポケモン取られたって。本当かな。銀河団がかっこいいから。よくわからないよ。銀河団はかっこいい。ここって古い街らしいけれど、ビルがたくさん並んでいて、とてもそんな風に見えないよね。白帯もすっかり昔と変わっちまったな。ここ自転車借りられるのか、ひょっとして。サイクルショップ、自転車、人力。自転車を売っているのか。いくらだろう。いくらで売ってくれるのかな。小僧。店長さん、銀河団のビルに行ったっきり、帰ってこないよ。もう。帰ってこないんだ。じゃあこのレジにあるお金、この自転車ももういいってことだよね。気持ち悪い、なんか似たような自転車ばかり。てか1台だけ、よっぽど自信があるんだろうな、この自転車に。銀河団のビルに行けとそう言っているのかな。銀河団のビルができてからなんとなく嫌な感じなのよ。あの人たち何をしてるかよくわからないしさ。白帯マンション、生命判断やってます。生命判断してもらおうか。うわあ、じじいばかり。はいはい、私は生命判断士。言うなれば名前の占いです。あなたのポケモンのニックネーム占ってあげるよ。ほう、占ってみ。じゃあ、ポッスケ占ってみ。ポッスケか。なかなか君らしいニックネームをつけたね。でもね、もう少しだけいい名前を私がつけてあげようか。断る。なるほど、生命判断というか、まあ名前を変えなさいよっていうことだね。その名前じゃ運気が悪いから、こっちの名前に変えなさい、この壺を買いなさい、そういうことだな。そういう商売か。君さ、ブイゼルってポケモン持ってる？ペラップペラップってなんだろう、薬だろうな多分な。喉の薬じゃねえか、ペラップ。やだよ、断る。気が変わったら交換しようぜ。私は管理人24時間監視中。管理人が下でうろついてやがら。
ジムリーダーのナタネさん、時々白帯の森に行くけど、あの森で出会った謎の女性。なるほどね。有益な情報を得たぞ。このリサイクルの技マシン、昔から持っていたものだけど、私にはもう必要ないわ。私はもうリサイクルという概念は必要ないのよ。なんだよ、そんな悲しいこと言うなよ。リサイクルしようぜ、もっと上手に使ってちょうだい。おばあちゃんのリサイクルを手に入れてしまったな。私ら老人にはこれまでの歴史がある。あなたたち若い人にはこれからの未来があるのよ。リサイクルはあなたたちがしなさい。私はもうしないわ、ということなんだろうか。シールクラブの時間です。今回もゲストにシール先生お迎えしております。よろしく頼む。今回は鉄塔さんの作ったボール、なんかバレてるんだよ、俺の秘密が。世界中にさ、繋がってるんだよ。誰かのパソコンとかで盗み見されてる、多分。ボールカプセル、愚か者めが、え？確かにフラワーシール D は素晴らしい。だがこのような位置に貼ってしまっては真の美しさは出ない。ん？待て、まさか。カプセルの中には、ムクバード。ムクバードならばこの位置に貼ったフラワーシール D がむしろ美しく輝く。まさか鉄塔のやつ、初めからムクバードを入れるつもりでフラワーシール D を、ここに旗ということも言うのか、おのれ。鉄塔目がこのわしをたばかるとは。たばかる。先生も悔しさのあまり怒り出すほどの鉄塔さんのボールカプセルは通信対戦でご覧ください。それではまたお会いしましょう。何だったんだ。俺がムクバードにフラワーシール D を貼った意図にでも気づいたってことは、先生もまたなかなかやるな。その通りだよ。地下大洞窟には光る石が落ちてるんだ。だな。結構シールが集まったからな、ボールに貼っておくんだ。いよいよヨスガシティのスーパーコンテスト賞に挑戦するって。やった、僕の秘密基地、いいねもらっちゃった。いいねがもらえるんだ。ポケモンジムでジムマッチをもらう、スーパーコンテスト賞でトップになる。世の中いろんな一等賞があるもんだ。君も自分だけの一等賞見つかるといいな。ナンバーワンになれなくてもいい。違う、ナンバーワンになれって言ってんだ。オンリーワンではなくナンバーワンになれって言ってんだね。わかりました、頑張ります。まあ素敵なトレーナーさん、どんなポケモンと一緒なの。このポケッチのアプリであなたのポケモンが仲良しなのかわかるんだよ。鉄塔はポケッチのアプリ仲良しチェック。うわー、これさ、これまで旅してきてポッスケと仲あんま良くないとかだったら結構へこむけどな。なんかでも勝手にアプリ入れられちゃった。ちょっとチェックしてみるか。ん？ポッスケが死んでる。なんだ？仲良し度ってどれ？あ！ん？なんだ、これが仲良し度？なんか関係なさそうだぞ。よくわからなかったぜ。最近銀河団にポケモン取られたって人多いんだ。誰か調べてくれればいいけど、銀河団不気味だからな。お前も取られているんじゃないか。そうやって人任せにするな。瀕死になったポケモンは元気のかけらを使ってあげるとまだ戦えるようになるよ。結構ひどいこと言ってるな、あの人。さらっと瀕死になったポケモンって、それって死ぬ寸前って意味ですけど。白帯に来たなら自転車でサイクリングロードを下るだろ。やっぱり探検セットで地下大洞窟の冒険よね。地下大洞窟めっちゃ流行ってる、この街で。おっと、誰もいないぞ。白帯シティポケモンジムリーダーナタネ、映える緑のポケモン、あ、ポケモンジム来ちゃったな。ポケモンジムが先なのかな。ここは入ったっけ？お、なんだ？安くてよく効く漢方屋。漢方。万能粉。力の粉、力の根っこ、復活素、高っ。
漢方薬は効き目がすごいがその分苦いからね。ポケモンも苦手みたいじゃ。なるほど。いつの日か苦くない漢方薬ができるといいの。あー、苦いとなんかやべえのかな。なんだこれ、どういう状況だ。ポケモン像に解説が書かれている。生み出されしディア、私たちに時間を与える。ディアっていうポケモンなのか。生み出されしディア、どういう、これ前足口開けてるっていうことなのかな。ちょっとわかんない。なんか貼り付けにされてるみたいにも見えるけど。笑っていても涙を流していい。同じ時間が流れ、それはディアのおかげだ。ところどころ文字がかすれて読めなくなっている。なるほど。まあ、こんなのすぐ解読できるぜ。生み出されしディア、笑っていても涙を流しているディア、同じ時間が流れディア、それはディアディアのおかげだ。全部ディアが入るんだな多分な。これ大昔にいたポケモンなんだって。へえ。なんだ、なんか知らんが進めんぞ。白帯シティ、昔をつなぐなんとかかんとか。211番道路、これ以上進んでいいのかな。襲われそう。モンスターボールを見つけたぜ。ここは、おっと、そこの子供、ポケモン像には近づくなよ。銀河団が調べているからな。ゾウに近づくのさえ禁止する。おお、おじいちゃんとおばあちゃんが座布団の上で立っている。座らないでいいんですか。この白帯はな、大昔のポケモンを祀るための町。いいもの、大事なものはどこに行っても変わらない。いつまで経っても変わらない。そうであってほしいの。ポケモンズは見たかい。私が小さい頃はあの像を囲んでお祭りをしたものだよ。あんな変な像を囲んでやるお祭りなんてよっぽどの奇祭だろうな。奇祭に違いない。この上のやつは、あ、ここから居合切りか。居合切りをじゃあさ、覚えさせなきゃいけないんかな。ジムリーダーと戦わなきゃいけないのかもな。で、草タイプっぽい感じがするかな。草タイプに強いのは、虫だよな。虫と炎かな。ちょっとチェックしてみましょう。ポケモン相性表 S&S を見る限り、草タイプ、飛行がいける。飛行と毒と火、虫か。逆に、だからポスケはちょっと NG ワードだね。草タイプ使われるから。だから終焉右合の種。なるほど。ちょっとじゃあ、ポケモンもう一匹捕まえようかな。ちょっと捕まえようかな。オッケー、カラサリスを捕まえたぞ。体から伸びる糸を枝に巻きつけて落ちないように固定、じっと動かずに進化を待つ。うん、名前つけてあげましょう。はい、カラサリスの名前はジェネシスにしようかと思います。まあ始まりとかね、創生とかいう意味だと思いますけど、もう一匹が終焉を表すならこっちはまあ創生を表す。だからまあ死と再生みたいな感じですけども、2匹揃って対ということでね。どちらにしろね、ジェネシスの方も一回終わらせてから再生するんで、まあ、結局一度滅びるのは確定事項なのかなと思いつつも、ジェネシスかっこいいしね、ジェネシスでいいんじゃないでしょうか。ジェネシスで決定です。ジェネシスを、ジェネシスを手持ちに加えるってすごいな。で、ジェネシスと終焉。で、その後に生まれた右合の衆。このあたりで戦いたいから、草タイプにまあサンドコはちょっと使えなそうだから、サンドコをとりあえず送りましょう。先生の爪は、バックに預けて。うん。で、ジェネシスをちょっとレベル上げて進化させたいね。このままだと多分戦えないと思うので、そうしましょう。
なのでちょっとレベルも上げようかなと思います。